冨安健洋がアーセナルと契約延長に合意。年俸は三笘超え日本人最高額。プレミアリーグのアーセナルに所属する日本代表ディフェンダー冨安健洋が契約延長で合意したと A 氏さんが報じた。年俸にすると520万ポンド約9億9000万円となり、昨年に同リーグのブライトンと契約延長した日本代表ミッドフィルダー三笘薫の年俸416万ポンド約7億9000万円を超えて日本人選手の最高年俸となる。さんが待てずに笑、フライングしたってことは自説復帰かな。10年ぐらいアーセナルでやってレジェンドになってほしい。イニエスタでもバルサで10億弱じゃなかったっけ。それを考えるとプレミアとはいえ大したもんですね。想像してたより年俸金額が大きい。冨安おめでとう。マガリャニスが22年に契約延長して週90万ポンドだから並ぶのか。怪我による稼働状況を考えたら、契約延長プラスこの年俸はかなり評価されてますよね。怪我なきゃその倍もらってても。怪我を克服しコンスタントに試合に出て活躍し、年俸換算10億じゃ安すぎるよと言わせてくれ。ついに公式来たかと思ったら参加、それ3ヶ月前から合意報道流れてるよ。とっくにロマーノが契約更新完了、公式発表は時間の問題とツイートしてたからみんな知ってるけどね。1年間怪我しない冨安を見たい。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。